皆さん、こんにちは。こんにちは。と同時に、はい。皆さん、新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーですね。はい、ということでね、はい、2020年が2020になりました。そうですね。なんか去年はあっという間の本当 ね、駆け抜けていきましたね、はい、イノシシのごとくこう駆け抜けていきましたね、はい、でイノシシから今年は、はい、ネズミにバトンタッチ、バトンタッチということで、雑用係さんは、うん、ネズミ年生まれなんです。年男なんです。そうですね、今年48、36、こうじゃなくてこうです。あ、そっちの先ね、はい、うん、ということでね、どうですか今年1年は。そうですね、やっぱネズミのごとくこうちょこちょこと自分の性格がちょこちょことね、はい、大きいことなのでちょこちょことやっぱ小さなことを積み重ねていくかなっていう感じでね、うん、まあ、そんな一年にしていきたいなって。そうですね、うん、はい、私は楽しいこう全身の一年にしていきたいと思います。ね、今年は東京オリンピックもありますしね、はい、うん、こう全体が盛り上がるんじゃないかな。そうですね、全国でね、はい、聖火リレーも始まりますしね、はい、オリンピックは東京、まあ、開催ということですけどね、はい、もう全国的に多分盛り上がっていくんではないかなっていう感じですね。はい、ね、うん、楽しみですね。ということで皆さん、年末年始はいかがでしたでしょうか。はい、私はちょっとのんびりさせていただきました。そうですね、すっかり本当にこうちょっとのんびりさせていただいて、はい、まあ、リフレッシュしましたね。はい、はい、ちょっと食べ過ぎもありましたが、はい、はい、それはこれからね、徐々に減らしていきたいと思います、はいはい、それが大変なんですね。それが大変な、増やすのは簡単なんですけど ね、はい、ということで、はい、はい、今年も一年皆さんよろしくお願いいたします。で、今年最初の商品のご紹介は何を。はい、マリメッコのね、はい、マグと、あと一部日本未販売のね、うん、ボール、あとプレートもご用意させていただきました、うん、はい、それと北欧の布をご紹介いたします。はい、はい、ちょっとこう新春にね、うん、こういいかなって思うものも、はい、色合い的にご用意させていただきましたので、はい、喜んでいただけると嬉しいなって思いつつご紹介させていただきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。ということで、まずは陶器の方ですね。はい、こちらはマリメッコはウニッコのボールですね、赤の。あのウニッコのねボールというのは現行でも出てるんですけど、ちょっとデザインが違うんですね。はい、こちらは2001年の販売でございます。ね、可愛いですね。ね、お部屋にちょこんと置いといてもね、はい、いいですね、はい、ちょっとこうキャンディー入れたりチョコレート入れたり、ね、そうですね、もちろんサラダボウルにもいいですね、うん、はい、でこちらがちょっとシックなブラック、うん、プケッティですね。はい、プケッティ側になります、はい、でこちらはマリメッコと、あとフィンランドの最大のマーケット、ケイシティマーケットってなんですけども、はい、そこのコラボでね、日本では未販売ということで、はい、黒地に白い花のプケティがございます。はい、合わせてプレートもございます。プレートですね、はい、はい、はい、こう反転ですね、こちらですね、こちらね、プレートが、はい、はい、このも入ってきました。はい、はい、次はマグカップですね、はい、はい、ニッコになります、うん、こちらウニッコのグレーです。いいですね、グレー久々のニッコです。そう、なかなかね、グレー入ってこないんですよね、うん、で、これが今現行販売のサイズなんですけど、はい、若干高さも、径もありますかね、こう、そうですね、ちょっと大きいですね、はい、で、こちらは赤で、なんか黄色ですね、うん、のウニッコになります、うん、と、こちらがブラックですね、黒、うん、
ブラックもなかなかね、なんかいいですね。はい、うん、はい、こちらも赤のウニッコなんですが、うん、ちょっと違うんですよね。そうですね、はい、で、あとこちらはマリメッコで、こちらは石本不二雄さんのね、デザインのマグカップになります。個人的にはね、なんか春の花みたいに可愛くてね、可憐で好きですね。いいですね。これはまあ本当使用感がなくてね、はい、今回コンディションいいものばっかり入ってきましたので ね、生地も人気ありますよね。あります、はい、あとこちらが脇坂和司さんのブーブーですね。ブーブーですね。これも珍しいですよね。この大きさではね、初めて。あのミニマンカップでは一回入ってきたことあるんですけども、はい、ありますね、この大きさではね、初めてのね、はい、大変希少なんですね、はいはい。それとこちらはね、ボコなんです、はいはい、小枝という意味のね、はい、手書きのようなラインが素敵で、はい、これ初めてですよ。そうですね、はい、すごいです、はい、ということで、あの、うん、マグカップなんですけども、2つあるものもあれば、うん、まあ、1個だけっていうものもありますので、はい、ちょっとホームページをね、はい、あのチェックしていただくと、あ、家族で2つ揃えようとかね、はい、別々のにしようとか、いろいろと組み合わせもね、楽しんでいただけると思います。はい、結構あのカッパーの操作と違って気軽にね、こう、はい、コーヒーを楽しんでとかできますからね。結構マグカップ人気ですよね。人気ですよ。ね、ブラックとかグレーとか。そうですね。うん、はい。それでは次は、はい、北欧の布をご紹介いたします。はい、引き続きよろしくお願いいたします。